お皿でかすぎじゃないという時はみんなで登場すれば大丈夫枠を埋めます。はい、どうもどうも、こじまです。今日はこちら映画すみこ暮らし青い月夜の魔法の子、ゲームで遊ぼう、映画の世界遊んでいきましょう。来ましたね、 DVD ブルーレイ発売、イエーイ。5月だったかな。詳しくはね、概要欄にリンク貼っときますので見てください。で、今回もね、初回生産限定ということで、いろんなグッズがついてくるやつがありますよという話をしながらパズルしようかなやっと来たね、発売ちょっと先だけどね、な、5。じゃあ今日このパズルしよう。さてさて、 DVD ね、いろんな特典ついてます。ちょっと値段はね、高くなりますよ、何もついてないやつと比べるとね。で、私はね、ぬいぐるみがついてるやつを Amazon で購入しております。それもまたリンクをね、概要欄に載せておきましょうで、他にもね、アートボード付きのがね、あったりします。これは Amazon では売ってないやつですね。アートボードが2種類あるんかな。はい、壁に飾れたりするやつですね。私はまあ、アートボードも欲しいっちゃ欲しいけどね、やっぱぬいぐるみかなということでね、ぬいぐるみにしておきました。値段が確か1万円近くということで、結構値段は高い方かな。でもぬいぐるみついてるからね、ついてくるぬいぐるみはトカゲと、そのトカゲのお母さんと5のぬいぐるみ、手乗りぬいぐるみかな、がついてきますよと。初回生産限定なので、まあ、予約は早めにしておきましょう。Amazon と DMM 通販みたいなところから出ますよと。私は普段 Amazon 使ってるので Amazon で購入しました。前回ちょっと Amazon の方で問題があったっぽいですけども、箱が潰れてたとかね。私のやつは若干潰れてた感じでございましたけど、大丈夫かな今回は多分大丈夫でしょうね、前回あったからということで Amazon にしておきました。やっぱね、普段使ってるところが楽ではありますよねさて、パズルの方はね、まだね、いまいちですね。あんまり見てなかったね、そういえば。初めの画面。初めの画面、水にやってる感じがしてからさ、全然わかんねえ。しまったな。やっぱ初めの画面はね、ちゃんと見るべきですよ。ここか？あー、なるほどね。これ、緑色かと思ったけど、これ黄色なんだ。黄色の星の杖か。なるほどね。ってなると、これこの辺？じゃないね。羽が見えてるから、なんかこの辺な気がするんだけど、こっちか？こことか合わないんだね。そうなんだ、そうなんですよ。今予約した人どんくらいいるかな。結構おるかな。なんかライブで聞いた時はね、チラチラっておる感じでしたね。結構アートボードを注文しましたっていう人はいなかったかな、その時は。うん、みんなぬいぐるみだったね。さてさて、で、私はね、ブルーレイがね、今使ってるパソコンって見れないんですよね、 DVD しか。なので DVD にしました。値段は DVD の方がちょっと安いかなって感じかな。でも画質はブルーレイの方が圧倒的に綺麗でございますので、見れる機会がある人はそちらでどうぞ。さてさて、置いていく。最近すみっこのグッズはね、犬ちゃんのやつ買ってからね、またね、しばらくは買っておりませんけども、若干ね、グッズ欲っていうのは出てきておりますね。買い集めたいみたいな。ただね、一個でも買うとね、全種類買いたくなるんですよね。そう、コレクター欲と言いますか、全部集めなきゃみたいな使命感と言いますか。あ、これ合わないんだ。なので私はね、しばらくグッズ全然買ってなかったんですよ。はい、ただまあね、買ってもいいかなと思って買っちゃいましたよ、犬のやつは。と、DVD はね、また別物扱いにしてるので、私はね。ゲームと DVD は。ゲームは出たら全部買うしね。はい。これは杖ですね。はい。さてと。なんか、5たちの後日談もうちょっとしてほしいな。なんか、作れそうだよね。私が作ろうかな。魔法の国の話がね、やっぱ全然なかったからさ、もっと欲しかった、ということでね。魔法の国はどんな生活をしてるのか気になりますよね。誰か作る話どんな感じで暮らしてんだろうね。毎日魔法の練習してんの5。おお、適当に置いたらあった。この隅っこ組がね、わからんな。ここか。ああ、ここなんだ。
で、こっちは上かな。はい。で、これは羽でしょうね。うい、外れ。ち。と、最近はね、ガチャガチャの景品も気になってるんですよね、すみっこたちの。うさぎのやつとかね、やりたかったけどね。まだやれてないんだよね。見つけてないんだよ。うさぎちゃんたちのやつ。みんながね、うさ耳つけてたりとか、ね、パンツ履いてたりするのでね。欲しいなと思うんですけどね、ガチャガチャね、もうなくなったんかな、もしかしたら。結構前に話聞いたことあるのでね。うん、ガチャガチャね。この前動画上げてたんですけど、トカゲのスクイーズのやつ。2年か3年ぐらい放置してたらすごいことになったっていうような放置っていうか、まあ隅っこに飾ってたんだけどね。そしたらすっごいべちょべちょになってからスクイーズじゃなくなってたっていうことでね、もみもみできないっていう、そういった動画投稿してたんだけど、あれもガチャガチャでやったんですよね。そうそうそう、あれ全然合わない、難しいな今回のパズル。え、あれ、はい、ねこれ羽だよな。 あったあった。これがわかんない、緑色、緑色なんてあったっけ。あ、でも羽が見えるからここか。あれ、あー、こっちが帽子の星でこっちが杖の星か。あー、なるほどね。そっか、帽子の方忘れてたよ。では星を埋めていきましょう。はい、さらにこちらの星も埋めていくっと。で、次はこっちで。はい、どうぞ。さらにお星様が見えてるので上かなーって予想をつけて、ほい、置くっと。今年はどんなゲーム出るかな。毎年なんかね、冬になったら出てきてるよね。そう。10月、12月とか。またスマホゲームでもいいけどな。はい。ファイブちゃん完成。6分24秒。まあまあ早いのではないでしょうか。かわいいでしょ。クッキー。それ誰だね ?3 か誰かが作ったやつだっけ。で、こんな感じね。あ、前回これやっちゃったんだ。あ、1個飛ばしでやっちゃったんだね。あー、ちょっと溜まってないね、パズル。ってことはミニゲームちょこちょこやっていく必要がありますね。今日はね、何しよっかな。得意なやつやっていこうかな。得意なやついったらこれかな。こんがりバーベキュー。これ確かね、点数高いんだよね。ほら、440点取れてる。すご。じゃあ、隅っこ、今回はランダムでいこうかな。お任せ。あ、とんかつになりました。じゃあ、今日は料理系で攻めようかな。とんかつだし。さあ、行きますよー。おー、でかいな、魚。はい。よしよしよし。次。あ、かぼちゃ前にあるよー、とんかつ。わー、喜んでる。あー、焦げた。そんなことしてるからちゃんと食べないよ、とんかつ食べ残しちゃいかんとでしょ。焦げの部分剥ぎ取ってても食べなきゃダメだよ。よし、取れた。あぶね、焦げてたじゃん。あー、ウインナーと焦げちゃった。あ、マシュマロだ。猫ちゃんとマシュマロ競争してる。取れた。で、3本セットのやつが出てきた時がね、あ、どっちだ、ちょ、3本セット取りたい。連打中、連打中。オッケー。トマト焼いてる。甘くなりそうだね。あ、マシュマロ、マシュマロ。こっちマシュマロ。こっちマシュマロ。よし、取れた。よしよし。この3つを取るだけでね、だいぶ点数稼げますのでね。はい。おー、いっぱい並べ始めた。はい。かぼちゃも焼けるんじゃない?そろそろ。はい。お、3本、キュウリ。キュウリだよね、それ。なんでキュウリを3本にしたの?そろそろ焼ける。はい。次。おにぎりかな?あー、取れそうじゃないな。はい。魚焼けた。はい。あー、361。あー、440取ったの時すごかったね。なんでそんな取れたんだろう。謎。では、料理系っていうことで、料理系多くない?拾って落ち葉クッキーやっていこうかな。ちょっと料理系多いですね。あ、でもこれも440点、点数高い。はい、行きましょう。はい、ほう、よろしくな。わー。ほうが魔法でクッキーにしたんか。はい。とんかつ。また食べ物粗末にしちゃった。あ、エビフライのしぼちゃんがおる。ブランコに。私もそっち隣座る。隣座りたい。で、たまにね、金ピカのやつがね、落ちてくるので、あれをね、狙って取るといいですね。狙って取れるな。
ただ風がふわりふわりしてるからね、撮りづらいんだよね。うん、今全然撮れてないもんね。1個撮れただけか。あ、金色発見。ここ？ここ？あ、白熊に撮られた。うわ、猫ちゃんとか白熊とか落ちる場所完全に分かっとるやん。あ、撮れた。50点。やっと1個撮れたよ。あ、よし、撮れた。ペンギンの邪魔して撮れた。あ、これどこだ？うわ、撮れないな。もう先におるもんね、他の子たちが。うわ、全然点数低いわ。440点どうやって取ったんだろう。過去の私すごいね。全然点数取れませんでしたけど。パズルのピースが増えない。次やるパズルがない。あ、これしようかな。思い出してとんかつの夢、とんかつだし。これまだ300点いってないね。さ、盛り付けするよ。いきます。お手本の通り盛り付けしていきましょう。まずはソースから置くかな。でかいし、はい、この辺かな。で、これがレタスかな。この辺、この辺かな。出ていい。で、次キャベツでしょ。キャベツの千切りを置いて、スティックだからね、やりづらいんだよね。でキュウリを3つ並べるって難しいんだよ。一回置いたらもうね。いや、 もちろんね、一回置いてもね、置き直すことはできるんだけどさ、重なってるからね、取りづらいんよ。で、トマトが、ん？真ん中からやった方がよかったかな。ちょっとずれてる気がするな。どうだろう。残り30秒しかない。トマトもうちょい上だな。ちょっと上にやってた。うわぁ、この微調整が難しすぎる。あと17秒しかない。もういいや、大体でおこう。トマトは大体でいい。はい、私好きじゃないしね、トマト。あ、これ逆か？これ逆っぽいな。多分。ちょ、落ちたやつじゃない。こうして。やばい、持てない。トマトが持てない。どう？点数。わー、結構ずれてるね。うわー、下から3番目、257、300いかないな。さあ、ずれてきました。これ誰が盛り付けしたやつだろう。ちょっとバラバラしとくけど。はい。お皿でかすぎじゃない？っていう時は、みんなで登場すれば大丈夫。枠を埋めます。で、こんな感じでした。難しい。では、パズルのピース集まったかな？見ていこう。集まってない。くー、バドミントンしてる。そりゃしょったね。では、今回ここまでご視聴ありがとうございました。また次回別のパズルから遊んでいきましょう。それでは、ならねー。